今日この赤羽から船橋の方に、これからみんなで移動してアクションを行うんですが、毎日のようにアクションを掛け持ちして一日何回も回っている森田さんです。森田さんお願いします。皆さんこんにちは。安倍政権は2013年12月6日憲法21条を形骸化させる特定秘密保護法を国民の 82.5% が反対する中、戦後どの政権もやったことのない議事録もない採決を経てわずか68時間で強行しました。特定秘密保護法は政府にとって都合の悪いことを合法的に隠蔽し、その秘密にアクセスしようとする国民を共謀、扇動、未遂、独立強査の段階で処罰できるものです。憲法21条、表現の自由、知る権利、そして21条、非核国権といった憲法の根幹に関わることであり、国連からも勧告を受けているものです。そして安倍政権は2014年7月1日、戦後この国が憲法9条の下では一貫して許されないとしてきた集団的自衛権行使を認める憲法解釈の変更を閣議決定だけで、しかも内閣法制局の審査の記録の過程さえも残さないで変更しました。そして2015年9月19日には一本一本丁寧に審議しなければいけないものを日本に圧縮した憲法違反、こう言われたものを222回も審議が困って、しかも国民の 80% が説明不足である、こういった中でまたしても議事録もない採決、議事録の書き換え、こういったことで強行しました。憲法を解釈で曲げて開法から条違法を変える、これは立憲主義という意味では絶対に許してはならないことです。安保関連法は安倍政権の述べているように日本を守るためのものではありません。小泉政権の時の2005年10月29日の日米外務大臣防衛大臣クラスの4閣僚の合意文書にあるように、平時から有事まで米軍を支援するためのものです。そしてこの安倍政権の集団的自衛権合憲論、1972年10月14日政府見解、集団的自衛権は憲法上許されないとあるんです。これを合憲の論拠にしてみたり、1986年3月5日平和の党だった公明党の二見信明元副委員長が必要最小限度の自衛権とあるが、そこに集団的自衛権が入るようなひっくり返し解釈は可能かといって、野口隆元内閣法制局長官が否定した必要最小限度の集団的自衛権、こういったものもあります。そして何より2004年1月26日の衆議院予算委員会、安倍首相が秋山治元内閣法制局長官に否定されているものでもあるんです。憲法9条の下で先制攻撃が可能になったり、米軍武器防護、従来の日米安保条約5条の枠を超えるもの、そして小泉政権が武力の行使の一体化であるとした兵隊支援を認める、憲法をいかにこの法案に適用させるか、中谷元元防衛大臣は言いました。この国の国益を損なってアメリカの言いなりになる、そのようなことを村上正邦元自民党参議院会長もおっしゃいました。山崎拓元副総裁も
安倍政権のやり方に対して強く批判をし、小泉純一郎元首相まで安倍さんのやり方は強引だ、このように言いました。憲法違反の安保関連法は廃止にすべきだと思います。そして安倍政権は憲法9条に自衛隊の存在を書き込もうとしています。これは自衛隊の存在を書くだけのことではありません。1954年12月22日の立山内閣政府統一見解、専守防衛のための部隊として自衛隊が合憲だ、そういうことになってるんです。だとすれば憲法違反の安保関連法を完全に合憲化するということなんです。そしてさらに安倍政権は憲法9条の下で出雲型の護衛艦に F-35 の海軍型のものを搭載させようとしています。さらに主力戦闘機である F-15 に、そして次期主力戦闘機 F-35 に巡航ミサイル500キロから900キロものまで搭載しようとしているんです。これは完全に専守防衛というものを超えてしまうものです。今前の保守本流自民党政権がやってきたものを覆す、保守本流は憲法を守って、そして平和主義というものを実践してきました。この憲法違反の安保関連法廃止にして、そして憲法改悪、これを止めなくてはなりません。そして日本は福島事故で原発と危険性というものが本当に被害を受けて分かっているんです。原発の再稼働も憲法改悪も許してはなりません。みんなで声を上げていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ご通行中の皆さん、そしてご近所の皆さん、私たちは能脇企画所のメンバー